ガンプラ制作動画を投稿しています。ガンプラ団です。今回は、こちらにねパーツを2つ用意してますけれども、これはね黒いパーツなんですが、このね黒いパーツの、ゲート跡ね、ちょっとねこうゲートから切り出した時にちょっと白くなってしまったりっていうことが、このようにねこの、黒だったり青だったり赤だったりっていうちょっとね色が濃い色の時には、ね、残ってしまうこと、いわゆる、白化してしまうことがあるんですけれども、それをね、このガンダムマーカーですね、こちらを使って消す方法を、ご紹介したいと思います。それで、今こちらの、ね、パーツがどういう状況かというと、今ねこんな感じになってます。ちょっと小さくて分かりづらいかもしれないんですが、この辺ですね、ここはねこうゲートから切り出した時にちょっとね白くなってしまったんですよね。こうデザインナイフでね綺麗にこう平らにね削ってはいるんですけれども、この、ね、白くなったところはもうちょっとねこのままになってしまってるんですね。あとはこの辺ですね、ここはねちょっとね削るのもミスってるんですけれども、かなりねちょっと広い範囲に白くなってしまってますね。こういったところをね今回は修正していきたいと思います。で動画の冒頭でゲート跡消すと言いましたけれども、消すというかですね、ちょっと目立たなくするっていう表現が正しいんですけれども、今回ねこちらガンダムマーカー使って、今から作業に入っていきたいと思います。やり方はすごく簡単です。で、この辺がねちょっとこう白くなってるところなんですけども、ここにねもうさっと、このガンダムマーカーね、こちらブラックですけども、さっと塗っちゃいます。で塗って、そうですね、あまり乾かないうちがいいですね。今塗って4、5秒っていうところですね、さっき塗ったばっかりですけども、このぐらいでさっとまた拭きます。そうするとこんな感じで、先ほどよりはこのゲート跡目立たなくなってるかとは思います。で次はこの部分ですね、この部分も同じようにガンダムマーカーでさっと塗って、でこの塗料が乾ききらないうちに、さっとね拭いてしまいます。全部拭き取っちゃうとね、塗る前と一緒の状態になってしまいますので、その辺ねちょっと状況を見ながら少し拭き取って終了と。こんな感じでガンダムマーカーを使うと、ヤスリがけとかね塗装した時のようにもう完全に消すということはできないんですが、今ぐらいの、ね、手順でほんのね5秒6秒ぐらいの手順で、こんな感じにゲート跡ね少し目立たないように、できますので、塗装しないで、素組みでやる方とか、あとは、ちょっとねワンポイントの塗装ぐらいでこう仕上げていくっていうやり方をやってる方はね結構ね重宝するこのガンダムマーカーを使った、ゲート跡の消し方なんじゃないかなと思います。で今回はですねこれブラック使いましたけれども、それはねこのパーツの、ね、色がブラックだったので、同じというか、近い色のブラックを使いました。で、パーツが青い時ですね、青い時はこの青のねガンダムマーカー使うとか、あと赤い時はこの赤系のこのガンダムマーカー使うという形で、パーツの色に合わせてですね、このガンダムマーカーの色もね使い分けていただければなと思います。で、パーツによってはねまんま同じ色っていうのはなかったりするんですけれども、その時はね赤っぽかったら赤を使ってみようかなと、で青っぽかったら青を使ってみようかなという感じでもいいと思います。で本当にね完全に消すっていうのは、ね、できないんですけれども、パッと見ねこう完成した状態をこうこのぐらいのねこのぐらいの目線を外してか離して、このぐらいの距離でねこう見ていただく分にはそんなにね気にならないぐらいにはできるかなと思いますので、やったことないという方はぜひともねこのガンダムマーカーでね、使ったゲート跡のこう消し方っていうか、消す方法ですけれども、チャレンジしてみてはいかがかなと思います。で先ほどねこの綿棒を使ってこう拭きましたけれども、綿棒じゃなくてね、ティッシュとかでも大丈夫なんで、お気軽に試してみてください。